どうも、翔平です。またエイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。アイテムが少なすぎてちょっと非常に辛い思いをすることになると思いますけれども、どっち行けばいいの、こっち行けばいいのかな。エイリアンがね、大放出中だと思うので、ちょっと待って、どこ Restore the power to the Solomon's Habitation Tower Transit。 いた、人がいたよ。 We good とか言ってる。ちょっとね、狙うのがね、死ぬのどなんですよ、このゲーム。あ、やばい、やっちまった。ほら、あら、ちょっとリロード。はいはいはい、エイリアン来ちゃうともう終わりだと思うんだけどな。大丈夫かな。ほら、ほら、来た。やられた。フレームスローがね、気づいてない、奇跡、気づいてないのこれ。ちょっとどうなってんの、ちょっと前になってちゃうやびっくりしちゃったわ、ちょっと。すいません、もう一回やらせてください。ファイヤーのね、解放時期が3しかないので、多分どうにもならないと思うんですけれども、まさかこっちに猛出して走ってくるとは全く思わなかったですね。じゃあどうしようか。パイプウォームとかモロトフはあるんですけど、エイリアンに直接当てないと効果がないので、あんな動き回ってるね、やつにモロトフとか当てることできんのかな。いた、どうしよう。あの人倒さないと多分ダメだと思うんですよね。それ倒した、倒したっぽいね。やばいって言っても隠れる場所がねえっていうねどうしよう。エリア頭いいからね、こっち側に来るんですよ。ちょっと待ってね。解放射器がないとこんだけしんどいのか。いなくなったのかな。多分ね、キョロキョロしてると思うんだ、どっか。あ、いないのかな。いや、いるや。もうバッチリいますね。見つけちゃった。元気よく歩いてきてるよ、こっちに。あ、痛い怖いよ。どうしよう。ノイズメーカーとかあったっけ。ノイズメーカー作れない。スモークもそんな効果ないと思うしね。でもあの人倒さないとどっちしてもダメだと思うんですよね。いや、来て、目の前にいるな。いた？いる、目の前にいる、目の前に。ほら！え、聞いてね！あ、聞いた。よし。ナイスショット。ちょっと待ってね、ここでなんかしなきゃいけないらしいんですよね。こっちかな？どこだろう。いや、また帰ってきちゃった。ちょっとレーダーで見て、レーダーにもね、書いてないんですよね、どこに行けって。どうしよう。またエイリアンが立ち去るまでここにいるしかないですけど、また止まってるね、どっかで。ちょっとコーヒーをいただいて、今のうちに。ああ、この炎で見えちゃうんじゃないのっていうね。はい、いる。シャーとか言ってるよ。シャーとか言ってるけど、ちょっと今のうちにこっち側に移動して見えないようにしとこうか。
この隙間から見て、早く上行かないかな、尻尾が見えてる尻尾が見えております、多分ね、効果があるのこれぐらいなんですよ。パイプボムか、まあ、モロトフぐらいだと思うんですけど、モロト…お、いるいるいる、この炎でバレたりするのかな。いや、横歩いてる。なんてそんな徘徊すんだよ、お前。上行け、上行け、上行け。よし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 。いい子だ、いい子だ。真横にいますね、真横に。早く上上がってよ。何もできないんだけど。ノイズメーカーすらないからね。スモークボムとかで使ってみる？多分ね、ボルトガンもちょっと使ってみたいんですよね。ただチャージする時間があるので、どっちにしろダメだと思うんだよね。これもとりあえず作っておく。あ、やっといってなかった。よし。さあ、ね、トランジットタワー、タワーのトランジット、その動くやつを直さなきゃいけない、パワーを上げなきゃいけないんですけど、どこにあるんだろう。やばい、また降りてくるっぽいな、これ。あそこかな。パスコードリクワイアド。あ、ここかな。カット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 と、はい、譲ればオールドエルティ。とりあえず去っていったんで多分大丈夫と思うんですけど、どうだろう、ここじゃないのかな。ちょっと静かに行きます。あ、あったあったあった、ここかな。ここでパスコードをゲットするんじゃない。アクセスターミナルで、エラーでしょ ?18851。あー、リペアシステム。3アワーズ。18851。で、アイテムとかは特に、なんか置いてあるね。フレア。いらねえ。解放射器の弾くれよ、誰か。もう俺が使い果たしたら私がダメなんだろうけど。インジェクターね。じゃあ1851入れに行きますか。こういう上に。ああ、またインジェクターか。いらないんですよね。こういう上にもないよね。そーっとね。そーっと。18511。大丈夫かな、ここ。ここ通っていいの？ここ武器ダメとかそういう系じゃないの？ここ。そーっとね。真っ暗で 何が何だかさっぱり分からん。大丈夫みたいだね。多分ここで何かあげるんじゃないの？あったあったあった。リブートパワーシステム。あ、セーブポイントがある。いいね。ふぅ。オッケー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 。じゃあ、とりあえず、トランジットに乗ってどこかに行くんでしょうね。Find a way for the Trents to dock。あ、トレンツっていうね、この人が、アマンダ・リップリーが乗ってきた船をどっかにドッキングさせるための、なんか道っていうか、方法を探せってことですね。じゃあまたあそこまで戻んなきゃいけないのね。でもあそこはどうやって行くの？壁の中みたいな感じだけどね。あ、上の階か。じゃあ、あれ違うな。でもエレベーターから降りてきたよね、俺。さて、いや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 。あ、じゃあ今度は復活したね、レーダーが。ここら辺出てくるところあるかな。ないね。向こう側に行けって言ってますね。
左斜め前、ここか。譲ればホールド LT。 よいしょ。今投げたんだけどな。殺しに来てますね。まさかフェイスハガーがいると思わなかったよ。よし、じゃあちょっと待って、フェイスハガーがいるっちゅうことはだよ、どうしようかな。本当だったらね、これが一番簡単なんですけど、ショットガンでできるかな。多分拳銃よりかは楽だと思うんですが、でも音立てるよりかもうこれ投げつけちゃう方がいいかな。あそこ空いた途端にもう投げる。もう一回チャレンジさせてください。あれ、そうボタンを押したんだよね。今度エイリアンが出てきちゃうとかそういうパターンじゃないの。ここのセーブポイント使ってとりあえず死んでもいいようにして、はい、 OK。で、ここね、でもね、開いちゃうんですよね、勝手に。で、構える暇がないかも。え、倒した？え、なんか、物理的な力で、ゴリ押ししたみたいですね。ちょっと待ってね、エイリアンがね、なんか表面を叩く音をさせると、エイリアンが入ってくるっていう話なので、今は大丈夫かな？ OK、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 OK。トランジットステーションをオンにする。オッケーオッケー。アクセススペースフライト。まだエイリアンさんちょっとおとなしくしてもらって。これなんだ？ちょっと待ってくださいね。これちょっと読んでる暇がないので。もう何もすることはないのかな。この一番奥に行けばいいだけですね。かといってですよ、ここのね、あ、まだ使えないか。そのまままっすぐ行って、あそこでいいのかな？何の話してんだろう。They shut the face in my face。誰かがドアを閉じたみたいな話をしてましたけど、エイリアンさん来るよね、多分ね。ごめんなさい、ちょっとビビりだけど、そこでセーブしていきます。セーブポイントがどっかにあったと思ったんだけど。あれ？ここにはないんだっけ、セーブポイント。あ、違ったか。もう一個あったのは、あ、隣の部屋か。まあいいや。まあいいやとか言ってると、またやり直すためになるのかな。よいしょ。頼むよ。来ないでよ、まだ。これちょっとセーブしに行きますんで。よいしょ、よいしょ。とりあえずこれでセーブして、一安心と。ああ、緊張しますね。よし。とりあえずもうこれで死んで大丈夫と。これぐらいセーブポイントが近くにあると楽ですね。来たか。なんかガッタンガッタンやってるよ。ガッタンガッタンやってるよ。走ってる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 。大丈夫かな？ちょっと入れさせていただいて、よいしょ。はい、オッケー。はあ。とりあえずまた多分ローディングになっちゃうんじゃないかな。あれ、今度ローディングにならない？近場なのかな？ない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 。外の景色がよく見えないんでわかんないですけど、着いたみたいだ。あ、カットする必要なかったね。ちょっと待ってください。
ポイントオブインタレストがあるのはなんで？何かあるみたいだけど。特にないよね。びっくりマークがあるのはなんか興味がね、引くものがあるって意味だと思うんですけど、リプリー、トレンツからリプリーへ。あー、なるほど。やっぱりなんかね、どっかのプラットフォームを伸ばすことによってトレンツをそこに合体させ、まあ、ね、着陸させるみたいですね、一時的に。同じ作りかな、これは。あのエレベーターに乗ればいいみたいですね。また人間がいるとややこしいな。どうかね、ちょっと待ってね。ちょっとね、アイテムがほんと少ないので、特にないのかな。あ、なんかあった。スクラップいらねえ。あれ？これ何これ？アクセスログだって。ハイパースリープのヘルスチェックが行われましたと。あ、やっぱりノストロモゴにはマザーっていうあのコンピューターの AI が積んであるんですね。この間ね、映画見たんですよ。こっちには何もないのかな？余計なことしないで行けばいいっていう話だと思うんだけど。ないね、多分ね。うわー、来ちゃった。来ちゃったよ。行けばよかった。アイテムあると思ったんだけどな。この炎しまっといた方がいいのかな。知らん。はあ。知らん。あ、いるいるいる。来てる？来てないね。もうちょっと調べさせてほしいな。やば、やば、やば。あー、投げちゃった。投げちゃった。後ろ向いてくれたのに。まあいいや、今のうちやろう、今のうちやろう、今のうちやろう。俺の最後のアイテムを使ってしまったよ、間違えて。くそ。もうあと頼りになるのはパイプボムしかないですね。あ、うん、パイプボムが1個作れるみたいだ。じゃあこれも作っとこう。大丈夫、大丈夫なの、大丈夫なの、大丈夫なの、こんなの。ちょ、ね、大丈夫なの、大丈夫なの。こっち？ Find the alternate route to the space flight terminal だって。やっぱり行けない、なんかエレベーターが止まっちゃったみたいですね。エイリアンは上で動いてるみたいですけど、ここでも入ってくんの？ここ安全地帯っぽいね、ちょっとね。よし、セーブしていきます。まだ時間は大丈夫。ちょっとコーヒー飲んで。あー、ずいぶんボリュームのあるゲームですよね。でもね、すごいな。うわ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 、なに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 。そう、あー、オービタルスタビライザーがもう機能してませんだって。もうここステーション捨てて早く逃げなさいって言ってる。やばいやばい、そっから出てくんじゃないの。あ、ちょっと早く入れて。はい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 、失礼しまーす。これはどこに行くのかな。あいつ入ってきたりしないよね、まさか。ちょっと見つかっちゃったんですけど、ふーむ、どっちに行けばいいのかな。ん？まだね、ここであのスケキューと戦ったことはないので。あーった、嬉しい。でもちょっと取っといた方がいいよね、多分ね。多分後で絶対ピンチになると思うんだ。よし、じゃあパイプボムで構えていきますよ。なんだろう、なんかに逃げる準備をしてください的な感じですね。
これ行き止まりか、やっぱりどこに繋がってるのかって言ったら、もうやっぱ行き止まりだけみたいですね。なんか繋がってることを期待したんだけどな。でスケキヨさんがどこにいらっしゃるのかが、うわ目の前にいらっしゃるよ多分。わかんないな、右の方にいるってしか書いてない。あーいた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 。アイス倒すのにね、最低2個爆弾が必要なので、でノイズメーカーがないという大ピンチ。多分時間は多分大丈夫だと思うので、ちょっとのんびりここでスモークボムとか効果あんのかな。フラッシュバンも効かなかったし、 EMP も効かなかったし、モルトフもダメで、作れるアイテムはメディキットぐらいか。スタンバトンも効かなかったしね。ボルトガンで倒していくか。じゃあ仕方あるまい。エイリアンが出てくるとまた面倒なんですよね。でもね、おおあいつどこ行ったんだろう。でもね、行く場所がね、ここじゃないんですよね。反対方向なんですよね。あ、いた。動くね、そのまま。止まってろよ。オッケー。で、発射しちゃったから、とりあえずこれ構えとこう。お、いいね。ファイアスロア。この部屋の中に入りたいんだけど、入れないみたいだな。入れんのかな、どっかから。入れなさそうだね。で、こっちの方行ってぐるっと回る感じか、多分。アイテムはない。エイリアン来ると思ったら来ないですね。アイテムはなさそう。あそこにアルコールだけ置いてありますね。もう再入場はやめてくださいって書いてますね。スケキヨ、え、なに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 、俺エイリアン出てきたと思ったんだけど違う。ああ、いるやいるやいるやんいるやんいるやん。ちょっと待ってね。ちょ、その前にこれ使っていきましょう。で、パイプボムに切り替えて、エイリアンは中の部屋をうろついてるみたいですね。気づかないでいけるかな。多分無理だろうな。あー、来た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 んじゃないのこれ、こっち側に。どうしよう、最後の山場か、ここが。ちょっと早くどっか行ってくれないと動けないじゃないのよ。どうしよう、どう攻め込んでいくか。結構広い部屋なんでね、ゴリ押しでも行けないことはないと思いますけど、あいつがどっか行かせなきゃいけない。ああ、いたいたいた、よかった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 。アイテムとかさ、ゆっくり探して、あ、ここの部屋に入れたのね。結局ここに何かアイテムが入ってるね。パスコード入れなきゃいけないっけ。パスコードだね。ちょっと待って、何かパソコンの端末はあそこにあるのね。あそこもなんか光ってるよ。さっきエイリアンが入ったとこはそこでしょ。サーチ。ちょっと待って、ここに行けって言ってるね。なんかここが閉まってて、フォークリフトに電源がつながってる感じか。
分かった。じゃあなんかやっぱこれを動かさなきゃいけないみたいですね。その前にあそこを調べようか。エイリアン来ちゃうよ。早く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 、読んでる時間はないので、パスコードが手に入ると思ったんだが、書いてある。あ、書いてある。1984。OK。オーディオもない。ユーティリティもない。OK。1984。エイリアンが怖いよ。頼むからおとなしくしててね。あれを動かさなきゃいけないのかな、その前に。ちょっととりあえず、これは隠れる。1984。はいはいはい。キーカードとフレアはいらない。キーカードが手に入ったから、これをいじくる系か。スクラップいらない。これだね、キーカード。ちょっと音立てんのまずいんじゃないの。音立てんのまずいんじゃないの。大丈夫なのかな。ちょっとピンチのためにこっちにしとこう。いつもそう言って全部使っちゃうんだよねで次のステージで苦しむという。あー、なんかいるね。エタノールしか持ってないんだ。よし、じゃあこれでいいのかな。セーブポイントが欲しい。ねね、いる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 。え、これ複数いるってことかな。道が狭いんでパイプ、まあでもちょっとセーブポイントからだいぶ離れたんで、ここは生き延びなきゃいけない。ちょっと待って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 、どっちに、左に行くとなんか道っぽいんで、こっちから行こうか。さっきエリアの声が聞こえたんだけどな、左側から。ここにはアイテムがあるだけ。真っ暗やの。なんか死んでるよ人が。ちょっと拾えるアイテムだけ拾っておいて。ここで何かやられてしまったようだ。 OK。 ちょっと待ってね、うん、じゃあ戻ればいいだけかな。暗い中でも見つからないっていうんだったらこのままでいきますけど、大丈夫なのかな。これは訓練ではありません。でまたここでイオントーチ。この時にエイリアン来たらもうおしまいなんですよ。どうすることもできないので。譲れば OK。 はい、セーブポイントってないの、ここに。この面にはちょっとだいぶ進んだからさ、ファインドオルタネイト、うん、オルタネイトルートっていうスペースフライトターミナル。さあ問題は敵が何が出てくるかですね。これはドアロックトゥ。エイリアンだったらフレームスローはでいいんですけど、人間とか出てくるととっさに切り替えなきゃいけないので。ここは何、ちょっと待って、どっち、まっすぐ行けって。え、エヴァキュエイトステーション、そこか。あれ、
ちょっと待ってね。チャージバック。あ、嫌な音した。ピチャって。ピチャ、ピチャピチャ音してるよ。ここは何の部屋？ここ特に何もなし。ここもなし。やっぱ戻んなきゃいけないのかな。やっぱぐるっと回っていかなきゃいけないんじゃないのこれは。あらーと思ったらこっち側に。おう。なるほど、こっから入るんだね。エンプティー。セーブポイントとかないんですかね。あったたたたたたたあったぞ。とりあえず何やともあれセーブだよ。はい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 。オッケー。はい、よし。で次はこの人調べて、で次どこ行けばいいの。なんか隣の部屋に行くのかな。レックルームってのはレコードの略かな。ってことは、そこからは入れないのかな。ドアロックだもんね。じゃあ、やっぱりその、この中から入るのかな。アイテムがありますね。拾えない。アイテムを見て、あ、あれはファイアフロー、スロアのやつじゃないの？やった。いやだよ。ちょっとエイリアンはなるべく戦いたくないけど、103まで回復したよ。なんとか使わないで。よし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 。さあ時間的に32分になっちゃうけど、もうちょっとやっておこうか。お、ちょっと作れるものだけ作っておきますね。アイテムも拾えない。メディキット、はい。あとはパイプボムももう作れるみたいだね。だいぶアイテム手に入ったね。そうだよね。こんだけエイリアン頻繁に出てきたら、そりゃ、ちょっとは撃退する方法ないとクリアできませんからね。EMP マインは役に立たないし、ノイズメーカーも手に入ってない。しょうがないでんな、じゃあ。じゃあ、ここで、これ拾って。さあ、何をするのかちょっと考えよう。あそこになんかあの奥に電源みたいなやつがあって、真上を歩いてるね。このまままっすぐ進んで、あのやっぱあれに触らないといけないのかな？あそこに電源っぽいのがあるな。キーカード？これをやるみたい。ジェネレーターオペレーション。キーカードを拾ってないってこと？あ、この人が持ってるじゃん。はぁ、あ、びっくりした。キーカードあった。これを聞いてるなら、ハビテーションのその安全地帯にいるんだって。あの一つのワン方向からしかね、一方向からしか入れないって。もういろんなところにね死体が散らばってて、うん、ああもしチームメイトじゃなければ撃つから入ってくんなってひどいよね。私チームメイトじゃないんだけど、ちょっと待って、やばいやばい。ちょっと嫌な予感しかしないんだけど。ほっほっほっ、ホーリーシーッと。ちょっとまた使っちゃった。
ちょっと中に入ってもね、見つかった状態入ると足掴まれて引きずり出されちゃうんで、下手に逃げない方がいいと思うんですよね。で、これで、おお、まだ入ってきてる。さあどうしよう。あのエイリアンがいなくなったら電源いじりたいんですけど、もう時間も時間だしな。じゃあとりあえず、今回はここまでということで、次回あそこにタッチするところから始めましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。